今回のビジネスフラッシュは、脱毛市場で話題の企業、株式会社エストラボを紹介。さらにガラスと鏡に命をかける男、西尾智之が登場。スタジオに現れた巨大な物体の正体とは。お見逃しなく。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。お元気ですか。はい、ミシェルさん、はい、綺麗な女性は好きですか。何を言ってんの、オープニングから。大好きです、大好きですよ。何を思って、何を思って綺麗っていうのがわからないですけどね。いろいろ、それはもう綺麗な女性に僕はいつも囲まれてますから。あ、なんか言わせちゃいました、すいません。そうですよね。あやのちゃんはちなみに美を保つために努力していることって何ですか。まあ、いろいろちょっとずつあるんですけど、最近ハマってんのが、あのお風呂に粗塩を入れてめっちゃ汗かくっていうのをやってます。デトックス。そうです、デトックスのために。だからに脂肪を買ってくるもん、ね、そういうことじゃなくて。いや、お風呂に入れてるだけですけど。す、男性がこの手 の, あの意見に触れると必ず痛い目合いますから。いやいや、早く進めていただきましょう。美を保つために、ね、やることって本当たくさんあるんですけど、今回まず最初にご紹介する企業様なんですが、サロン運営を通じて美と健康に関わり、豊かな生活と文化に貢献しています。こちらの企業様です、どうぞ。楽しみだぜ。多くの女性、最近では男性も行う脱毛。しかし長い時間を要し、痛みが伴うこともあり、悩みを抱えている方も多いのでは。そんな中、新たな理論を推奨する脱毛市場で話題の企業がここにある。株式会社エストラボ。株式会社エストラボは、全国のエステティックサロンに高品質の化粧品や美容機器、個人の利用者にはドクターズコスメなど、美と健康をテーマとした商品を提供している。今回は利用者の最高のパートナーでありたいと語る株式会社エストラボの経営企画室室長、細山真嗣をスタジオに招き話を聞いた。今回ご出演を、はいはい、決めていただいたってことなんですけど、はい、どうして出てくださったんですか。あのプロデューサーの方と、まあ、以前から知り合うきっかけがありまして、はい、その中であのこの番組が、まあ、こういったものがあるということでオファーをいただいてたんですけども、うん、あのやっぱり番組を見た時にあのすごく信用できる番組だと思ったんですね。あら、はい、ありがとうございます。なんか 私たちはやっぱりあのやっぱりですね、信用していただけないと、機械って仮に言えば機械は高いものですから、信用の先に興味を持っていただいて買っていただけるっていうあの順番が必ずあると思うんですね。その中でやっぱり自分たちがしている活動も当然大事なんですけども、やっぱりこういった番組の信用のおける番組の力もあの、あるというのはやっぱり違うかなということで、ちょっと出演を快諾したという。ありがとうございます。ありがとうございます。美容の業界って言ってもいろいろなジャンルが本当に幅広くあると思うんですけど、はいはい、どうして脱毛っていうところに、はい、あの注目をして、はい、さらにそれをしようと思われたんですか。はいはい、まずですね、あの、まあ、今ビジネス全体を見ると美容業界だけじゃなくて、あの価格一辺倒だった時代からこう価値に転換している時代にだんだん差し掛かっていると思っているんですね、我々。なるほど。その中で美容業界にまあ焦点当てた時に、うん、まあ、脱毛は特にあの価格一辺倒で来てたんですよ、ずっと。あ、そうなんですか。そうなんですよ。初回体験が例えば0円とかやったりとか、まあ、見てらっしゃると思うんです、うん、広告とか、はいはい、ああいったのでどんどん価格変動だったものをじゃあ価値に転換するには、うん、やはり機械がしっかり価値あるものをまずは提供できないと、うん、まあ、お客さん違いがわからないじゃないですか、うんですね、エンドユーザーの、うん、そこを出すのって大変ですよね。でもね、で僕らはもともと開発をあの20年やってましたから、脱毛機の、うん、あ、そうですか。前身の会社から20年やってきたっていうのが流れが、まあ、当然あってのその次のステップの価値ある脱毛機っていうところに行ったんですけども、今はそこに力をつけて、うん、まあ、販売していく、そして先ほど言ったように経営支援という流れになってます、うん、まあ、大きくちょっと
ある特徴はあるんですけども、はい、今日ちょっと特徴の面はあのうちの現場の責任者 の、はい、あの津田というマネージャーが来てますので、はいはい、あの津田から説明 しようかな、はい、エストラバが推奨する新理論 SHR 脱毛、果たしてその内容とは。では津田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 SHR 方式は大きく3つの特徴があります、はい、で1つ目は、毛周期に左右されないということです。であの毛 の毛周期というのは毛の、入れ替わりのサイクルのことなのですが、はい、従来の、脱毛方式というのは、うん、ここに光をこう当てますと黒い毛に反応して毛が抜けるっていうものだったんですね。であのその毛の入れ替わりというのが約2ヶ月と言われておりますので、うん、2、3ヶ月に1回の、施術をしておりました。でこの SHR 方式というのは、はい、ここにまた光を当てるんですけれども、はい、黒い毛ではなく、うん、産毛の段階でもここの毛包というところにアプローチをして脱毛をすることができるんですね、はい、なのであの毛の周期に関係なく1ヶ月に1回の施術が可能となります、うん、なるほどなるほど、はい、より敏感にポッといくわけだね、うんうん、そうですね、うん、で2つ目というのが脱毛完了までの時間がぐっと短縮できます、はい、これはいいよね、はい、で従来の方法であれば2ヶ月に1回の施術でしたので、うん、大体2年から3年そうなんですよね。そうですよね、はい、2年から3年通うんですか、あれってはい、1回じゃないんですよ。 2,3 ヶ月に1回のペースでそんなに通わないと大変なんですよ。女性も女性は大変そうか、そんなに時間がやっぱかかるもんなんですか。そうなんですね。 SHR 方式にしていただくことによりまして毎月施術が可能ですので、脱炎症の脱毛とかであれば、まあ、1年とかで脱毛が完了すると。やっぱりこう1回1回時間を置いてやるのが大事なんだけども、はい、それでも2年半が1年になるわけだ、うん、全然違いますよ ね、 ですね、うん、まあ、約3分の1です、ね、3分の1になっちゃう、うん、はい、で、まあ、最後3点目というのが、はい、あの痛みや熱さが全くないということなんですね、うん、本当ですか。本当なんです。それやっぱり、ね、気になりますよね、はい、やっぱり痛いとか熱いとかあるもんなんですか、うん、そうなんです。今まではこう輪ゴムでこう強くパチッとこう弾かれたようななんかそういうパチッとした感じ、そこの1つの毛根に対して、はいはい、パチッパチッパチッ。輪ゴムどころかの部位もありますよね。そうなんです、部位によって ね女性はそうやって綺麗になってるんですか。みんなその思いをして涙を飲んでこう山登りしてるんですよ。一つずつに痛み、そんなあれね。そうなんですね。強いね、俺3本で逃げるね。そうですか。そうなんです。それがまあ SHR 方式であれば、うん、あのその痛みや熱さというのは感じずに脱毛することが可能になっています。この機会ですね。そうですよね、はい、まあ、以上3点がこの SHR 方式のまあ特徴となっております。なるほど。さらにエストラボでは各店舗のサロン経営者に合わせた経営メソッドを伝授するなど経営支援も行っているのだ。単純に売上増大が目的ではない人もいるんですよ。これスタッフの負担を減らすという目的もあるんで、あの早いしね、早いし、そういうことです。そういうことだね、はい、だから集客をたくさん増やして拡張していくっていうことではないオーナーさんも当然います、うん、その目的に沿ってあのどうやっていくかをノウハウとかスキルとかですね、技術ですね、経営の、うん、そこを伝えていって実行することでやはり成果じゃないですか、うん、そのメソッドをね、そうです、こういう形でやってられたらこうですよっていうね、はい、そうです。西田さんもサッカー選手だったと思うんで、はいはい、やっぱり筋トレして監督の戦略があって、はい、そういう沿ってやっていくとやっぱりこう、そうだね、ね、もうそうモチベーション的にも途中からグッとね、はい、あやってればちょっと結果が出てくんだなってなるとちょっと続けようかなっていうふうになってくるもんね、はい、そうです。ただポイントは集客してきましょうと言っても、うん、広告費かけれないとか、うん、当然あるんです、はい、あのサロンの状況によって、ね、はい、そういう場合は実行できないんで広告費かけるプランは、では、うん、広告費かけないプランで拡張してくるにはどうしたらいいかとか、うん、もう相手の立場に立って相手ができることを真剣に考えるというのが先に立ってるんで僕らは、うん、そういったところでそれをやっていただけるように
実行できるポイントまで持ってきます。あ、そこまでの経験があるっていうことですよね。まあそうですね。見た時にあこの店はこうだこうだって大体分かっちゃうもんですけど、まあそうですね、入ってやっぱりオーナーさんとヒアリングして過程でやっぱ気づきは出てきますね。あ、そして続いての話題は宮沢ミシェルも気になる男性の脱毛事情について。メンズサロンは都内でも私どもの機械をメンズサロン導入したりとか、うん、やっぱりあるんですか。はい、ドイツのねヨーロッパのサッカー選手の、はい、まあ、特にドイツなんだけど、はい、本当にみんな脱毛するんですよ。綺麗に。それは剃ってするのかどうかわからんけども、うん、でもそれをなんか衛生的にこうやるんだよ、うん、あ、衛生的って言いますよね。確かに衛生的って言うんだよね、向こうの方はね、はい、うん、これは海外はないですかまだ。あ、本当にナイスな質問しますね。そうなんです。来年の展望の一つとしては大きなポイントとして海外の現地法人化して国際展示会に出展が決まってますね。今じゃぐーっとどんどん右肩上がりだと思うんですけど、はいはい、苦労されたこととかってありましたこれまで。苦労はやっぱりたくさんあるんですけど、うん、まあ、全部いわゆる楽しく山登りしてるっていう感覚であって、で、まあ僕らこれ新しい脱毛理論 SHR ですと、エステ脱毛として出した時は2014年の初頭なんですけども、その時にやっぱりまあ新しいものって認めてもらう過程が大変だったりするじゃないですか、まあ信用を得るというところですよね。そこがやっぱりあの、いやこれは毛周期に関係ないなんて今まででありえないということで先生からやっぱりまあ批判というか、それに対して僕らはまあ肯定的に受け止めて、だったら信用できる行動って何かなということで、うん、まあ、この番組もそうだと思うんです、はい、一つの信用を得るポイントだと思うんですけど、はい、そういう社員もそれぞれあの責任を持ってそういう行動をしてったので、あ、まあ、今では振り返ると楽しい山登りだねっていう話が出てきたりしますね。まあ、その時はね大変ですよね。どうやって認めてもらおうかね。本当そうですね。最後に株式会社エストラボの今後の展望について細山真嗣に語ってもらった。直近の2016年では、まあ、大きく柱3つありまして、まあ、先ほど言った海外の展示会に出て現地法人化というのが一つのポイント、はい、もう一つはですね、あのエステ業界ではないいわゆる広告代理店建設業界とか、うん、全く畑違いの人から、開業したいという問い合わせが来てるんですね。いわゆる全く違う人をエステに参入させるという、それも大きなものとしてあるんですね。今だんだんそういう問い合わせを一気にはできないので、あの一つ一つ丁寧にあの支援している段階が一つ2016年の一つであります。で3つ目としてはこれはちょっとですね、社会福祉活動としてあの映画協会さんというのがあって、さらにそこにですね、あの長嶋茂雄監督、はい、まあ、国民栄誉賞を取った茂雄さんと、まあ僕らみたいな協賛ですね、小学生とかこう夢を持ったとしてもこう無理なんじゃないかという社会のこのなんていうかあるじゃないですか、こう潰されちゃうみたいなね、そんな現実的になれよっていうね、そうです、そういうことですよね。そうです、今の若い子も現実的に考えるととかどうせ無理だしっていうのを必ず先に立ってしまうことっていかんね、そういう社会はいかんですね。それ僕らもすごい共感してて、うん、で長嶋さんはこう不屈の精神でこう一つ一つこうゼロからチャレンジしたというのが、うん、あの人生の物語としてあるじゃないですか、はい、ありますね、それをアニメーションにして学校にこう無料でこう映画をこう上映会というのをやるというプロジェクトなんです、うん、でその長嶋さんの人生を通して不屈の精神、自分に夢を持つというのを教育していくという福祉事業なんですね、はあ、そこに僕らとしては具体的にこういうことや協力していきますというのがあってというところですね、はい、まあ、その3つが来年のちょっと直近の柱ですね。いや、はい、だから本物を感じますよね、はい、表だけの CM じゃなくて、こっからこう気持ちから根こそぎ持っていくみたいな、ね、いや本当にあのいいお話をね、はい、お伺いできました。今後に期待しておりますので、はい、ありがとうございます。女性だけじゃなくて男性の方も少しよろしくお願いします。ぜひ来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。
お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。技術力、それは日本人が世界に誇る最大の長所だと言われている。最近では高い技術力を持つ町工場を舞台にしたドラマや小説が話題となり、技術者の熱い思いや製品に対する思いが改めて認知されるようになった。そんな中、今回紹介するのは日本中の技術者たちにも負けない熱き思いと誇りを持つこの男、株式会社西尾ガラス鏡工業所代表取締役西尾智之。西尾が代表を務める西尾ガラス鏡工業所では、ガラスや鏡の加工に加え、百貨店のテナントやホテル、ブランドショップの工事、加工ガラスの製作を行っている。ガラスと鏡にこだわり続けて約80年という西尾ガラス鏡工業所の代表を務める西尾智之に話を聞いた。気になる目立つオブジェをお持ちいただきましたが、間違いなくこれサッカーボールですね。サッカーボールですね。いや、一つここに置いていただくだけですごく華やかになりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。西尾さんはどうしてこのお仕事をしようと思われたんですか？もともと私は会社を、ね、継ぐつもりはなかったんですね。そうですね、私3代目なんですけど、もともと会社を継ぐつもりはなくて、サラリーマンの道で行きたかったんですね。ところが私の父親が私が25の時に53歳でちょっと亡くなってしまいまして、それで急遽後を継ぐような形になりました。まあ、実際に後を継ぐと言ってもですね、まあ、簡単にはそういかなかったんですけども、実際にその病院でですね、私の父親がこう亡くなる直前に2人で話す時間がありまして、はい、その時にですね、だいたい親と子って2人っきりになるとなかなかこう話できないんですね。はい、で、まあ、10分か15分ぐらいこう沈黙の時間が続いた後に、思わず私が後を継ぐから安心しろというふうに父親に言ったんですね。でその時に父親はこう3回こううなずいたんですね。そうかそうかって。でそれからまあ約1時間か2時間ぐらいした後にこう息を引き取ってるんです。ですから私の場合はそのどちらかというとこう最後にね、父親と約束したことをやっぱね守っていきたいっていう部分で後を継いだ。すごい最後の親孝行だね。そうっすね。はい、父親との約束を果たし、現在3代目として会社を経営する西尾だが、創業80年の歴史の背景には先代たちの苦悩と葛藤があったようだ。私の会社は昭和7年に私のおじいさんが鏡を作る会社としてスタートしてます。鏡を作る町工場でスタートしました。それで、まあ、終戦がの戦争が終わった後に、私の父親が2代目になるんですが、鏡の技術を、まあ、息子ですね、私の父親にこう一子相伝の技術として伝えてきたかったんですね、創業者の私のおじいさんは。ところが時代がやっぱりこう高度成長の時代に入ってきまして、町工場で作る鏡もいいんだけれども、いわゆるガラスメーカーさんが自分のところで鏡を作る時代になってしまったんですね。はあ、ということは町工場の技術はもちろん大事だと思います。ところがやはりこう大手のメーカーさんが大量生産で同じ品質で価格もある程度安定するとなると、やはり勝負ができないですね。で私のおじいさんは自分が一生懸命苦労して作った製品なので愛着があるので、なかなかこう、頭が切り替えられなかったんですね。ただ私の父親はまだ若くて、もうそういう時代じゃなくてね、新しい時代だということで、逆にその変化をポジティブに感じて捉えていたことで、結局親と子で喧嘩がしてたみたいです、父親は伝えたい、息子は嫌だというような関係ですね。その中で、最終的にはその、メーカーさんとのこう代理店契約っていうのを結ぶことによって、鏡を作るっていう技術は確かにそこで途絶えてしまったんですが、業態を変えて、鏡をこうより完成品に近づける、そういった次のステップに移れたということは、大きな、
まあ、戦略のね。そちらの方も今残ってるんですよね。残ってます、ね、はい、残ってます、はい、だったかなと思ってますね。大きな転機だね。でもそこは ね、はい、ね、時代の流れってやってきますもんね。そうですね、今までやってきたものを捨てるっていうことはなかなかやっぱ大変ですよね。まあ後からはね言えると思いますけど、なかなか当事者はできない決断だろうなと私も今はもう思いますね。それはできないな。素晴らしいね。なかなか、ガラス鏡っていうその両方が会社名に入る、はい、ところってなさそうな気がするんですけど。ないですね。ないですよね。ないですね。なんて読むんですかって言われる時ありますね。そうですよね。ガラスで内容を読ませていただいて、あ、鏡は鏡、はい、監督の鏡なんだっていうふうに、はい、そうですね。なるほどね、やっぱりね、うん、それは残していってほしいね、うん、はい、と思ってます。先代も喜ぶわな。そうですよね、はい、おじいさま先代、そうですね、最初にそうおっしゃった、はい、お父様の経験もあり で今があるそうです、はい、すごいですね、はい、うん、本当にこうもう駅伝のようにね、こう助けをつないでいく、そういう感覚ですよね。経験と技術の継承、それは職人たちにとって重要な要素となっている。近年の日本におけるものづくりについて西尾自身が思うこととは。どちらかというと今ものづくりがどん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  IT が発達してきて、どちらかというとこう、まあ、ものづくりに限らないんですけど、現場感覚ってすごく日本人の中から失われつつあるのかなっていう気がしてます。で、実は我々自身もその IT を使ったものづくりは一部してますが、はい、いわゆるこう職人さんの手の感覚ってあるじゃないですか。あれは多分日本人ならではのね、そういう良さってあるのかなと。で、それはやはり先人の方々が築いてきたものっていうのを我々はこう継承して未来へつなげていくやっぱ義務があるんではないかなと思ってまして、むしろその効率化とかね、そういういろんな形でどん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 こう変わっていく中で、やっぱり基本はやっぱりそういったものをね大事にしていきたいなと。で、逆に技術差が減れば減るほどできる技術差がクローズアップされるし、職人さんはやっぱりその自分たちがした技術がどんなところに役に立って、だからみんなあなたが必要なんですって言われることに非常に喜びを感じて、そういったところにやっぱりフォーカスできる、そういったものづくりをしていきたいなと思ってますね。あなたしかできないとか、この工場でしかできないとか、この会社でしかできないっていうのがいいですよね。いいですね、はい。でも世界は日本をそういう面では認めてますし、そうですよね、うん、見てますよね、はい、うちの父親なんかもフランス人だったけど、この国の技術はすごい精密だし、そういうものを作るだけの心を持ってるみたいなねことはよく言ってましたよ。もう日本人にこれが壊れたら修理しろって、本当はですよ、はい、修理しろっつったらすごいレベルでね、ちゃんと修理してくるんだけども、外国の場合は消費社会でも違ってたわけじゃん、その当時から、うん、今日本はそっちの方に傾いていってますよ ね、 そうですね、はい、もう使ったらもういい、壊れたらいらねっていうね、はいはい、本当はそこが技術の見せ所なんですけど ね、 で、 すね、できないと言ってしまえばそれまでなんですけど、まあなんとかできないかもしれないけども、チャレンジしてみるっていう、そういうこうなんかこうチャレンジをしてみようという部分はどちらかというと私たちの会社の中にはあってですね、むしろそういうチャレンジできる環境に嬉しさを感じてやってみるという部分、あ、まあ、そこに逆にこう職人さんのスピリッツがねこうなんか出てくるというか、普通だったら面倒くさいって言っちゃいそうなんだけど、面倒くさいっていうところを、面倒くさいって言いたいところを一旦これよし やってみようと。で、やってできた時のお客さんの喜びと自分たちがステップアップできたって、まあ、そこが、まあ、一つのこうね、お客さんと共有できるところ、うん、最近何かありますか、ちっちゃなものでも何でもいいんですけど、うん、これはねっていう特定のお名前はちょっと出せないんですけども、はい、あるこうブランドショップですね、はい、ブランドショップ、スーパーブランドのお店で、非常にこうガラスの宝飾品のお店のガラスのケースを作らせてもらった時にですね、はい、これはガラスのこうまあ、線をくっつけてるんですが、はい、この面をくっつける仕事があったんですね、はい、面をくっつける、面ってものすごく面積が大きいの で、 でかいですよね、やはり気泡とか入るのが目立つじゃないですか、はい、それを本当に入れないでつけた時にお客様から喜ばれましたね。すもう他に断られるけどもすげえっていうそれが分かる人がいてくれたら嬉しいよね、なのでそこはやはり私もちょっとこの大きさは厳しいんじゃないんですかっていうような話もしたんですが、職人さんがやっぱりこうお昼休みをご飯食べないで、いやこうした方がいいんじゃないか、いやこれはああだこうだって議論してるんですね。でそれ結構楽しそうだったんですよ。私それ見た時にあこれこそがねやっぱり自分たちのねやっぱ一番のこう本来ねあるべき姿だなと思ってですね、すごく印象に残ってますね、それは、はい、素晴らしいね、うん、
積み重ねてきた経験と技術に自信と誇りを持つ西尾だが、新たな技術への探求心にも陰りはないようだ。受賞もされてると、これは何の賞ですか？はい、これはですね、大田区の方から、はい、受賞をいただきました。先ほどの鏡の話をさせていただいたんですが、鏡を実は新しい用途が発見したんですね。で、鏡は一般的に例えばこう自分の姿を映し出すとか、はい、あるいは部屋を広く見せるとか、そういった感覚で使うことが多いんですが、実は違う世界から見た場合に鏡は光を反射させるっていう機能があります。これを使ってですね、実はその太陽の光を鏡に反射させて、その光を一点に集めて熱を発電、エネルギーを起こすっていう、その太陽熱発電っていうのが特に中東とか、はい、北アフリカ の砂漠の地域で、はい、使われています。まあ、再生可能エネルギーの一部なんですね。そこで使われる鏡としてですね、実は、私たちがその中小企業あるいは鏡の業界として初めて、どちらチャレンジして7年前にそのアブダビですね、中東のアブダビで収めさせてもらったことを評価された盾なんです。これはたまりませんね。はい、あ、いえ、ありがとうございます。姿だな、はい、さらなる今後の目標って、はい、もう本当にすごく進んでらっしゃるので、いやなんかどこまで行くのかなと思うんですけど、今はガラスの仕事をメインとしてます。はい、でやはりガラスと鏡に関わる仕事はこれからもしていきたいんですが、できれば例えば自分たちで一つの完成品を作るものづくりの本当のメーカーになってみたいなと思ってます。それは例えばショーケースの分野とか、まあ、いろいろあると思うんですが、まあ、自分たちのその技術を使って、で完成品を作る、そこには自分でその製品に名前も付けられる、値段も決められる、そしてブランディングもできるという形で完成品が作れると、やはりそこにやっぱ職人さんのね思いがこもるとすごくいいだろうなと思ってまして、そういった企業に10年以内には、ね、なっていきたいなと思っております。私の格言はかっこよく生きるということを一つ のテーマにしています。はい、かっこよくというのはかっこいい服を着るとかとそういうことではなくてですね、常に時代で選ばれるというようなことを言ってます。つまりどんなに時代が変わってもあなたがいてほしいんだよねって言われるように、常に自分が磨いていけるような、まあ、そういった生き方を、まあ、かっこよくというふうに私は言ってるんですが、これからもそういった生き方をしていきたいと思っております。会社全体かっこいい少しあやかりたいと思いますますますのご活躍期待しております。ありがとうございます。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いいね今世界中で多くの人が幸せの源泉は心にあることに気づき始めました。人類が解明しようとしているのは、究極的に言えば幸せになる手段です。それが本書で紹介するマジックミラーの法則なのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、過去は自由に変えられるマジックミラーの法則。この本を書いたのは YS メソッド開発者の佐藤康幸さん。無一文から8年間で年商50億円、全てを譲渡して心の専門家へ転身するなど、やることなすこと片っ端からうまくいかせてきた佐藤さんが見出したマジックミラーの法則を分かりやすく解説している一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。